夕方って何時平野紫耀の天然発言が SNS で話題に、元キングプリンスへのメンバーで、現在は戸部に所属する平野紫耀が、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、天然な発言で再びファンを驚かせました。その投稿内容により、SNS 上で大きな話題となり、トレンド入りを果たしました。 彼の投稿では、夕方ごろ枠から質問箱のやつやろうかな、と質問箱の開催を予告しています。さらに、ちなみに夕方って何時ショー、と続けるなど、いつもの軽快なトーンでファンと交流している様子がうかがえます。この投稿が拡散され、多くのネットユーザーが反応を示した結果、ツイッターのトレンド入りを果たしたと報じられています。 SNS 上には、待ってた、楽しみ、それを楽しみに午後も頑張る。など、ファンからの期待と喜びにあふれるコメントが寄せられています。平野仕様と質問箱。平野仕様は以前からファンとのコミュニケーションを大切にしており、自身の SNS を通じて定期的にファンからの質問に回答してきました。 特に質問箱では、彼の天然で率直な発言がたびたび話題となります。過去には、ファンからの質問に2時間30分以上を費やして、丁寧に回答したこともあり、その真摯な姿勢がファンに愛されています。また、好きな俳優について、小栗の春さん、と答えたり、寂しい という質問にはみんながいるから寂しくないよとファンに対して温かい気持ちを伝えるなど彼ならではの魅力が感じられます。平野紫仕様とファンとの絆。平野紫仕様はグループ活動時代から個々の活動に進んでからもファンとの絆を大切にしています。コンサートやイベントではファンとの交流の場を大切にし笑顔で接する彼の姿勢が ファンの心に強く響いているようです。特に SNS を通じた交流は、平野仕様とファンとの距離を一層縮める重要なツールとなっています。彼の天然な一面や素直な気持ちに触れることで、ファンはさらに彼を愛し、応援したくなるのでしょう。これからも平野仕様の魅力的なコンテンツや天然な発言に注目。 平野の仕様の SNS をフォローしているファンや多くのネットユーザーたちは彼の新たな投稿や質問箱開催に対して今後も期待を寄せることでしょう。彼の天然な発言やユニークな一面に触れることで彼のファンになる人も増えるかもしれません。彼の明るい笑顔と誠実な姿勢は多くの人々に元気を与えてくれることでしょう。 平野紫仕様のこれからの活動にますます注目して彼の魅力に触れていきましょう。最後に、平野紫仕様が SNS を通じて行う天然な発言とファンとの交流が多くの人々に愛されています。彼の明るい笑顔と素直な気持ちはファンにとっていつもの癒しとなっていることでしょう。これからも彼の活動や SNS の投稿に注目し、 彼の魅力を応援していきましょう。